の合同ステージもすっごく楽しかった。マリカもテンション上がっていっぱい踊っちゃった。マリカのバンパイア姿すごく似合ってたよ。本当？嬉しい。そういえばマルコさんからイベントのお礼にお酒もらったんだ。みんなで飲もうよ。いいね。何のお酒なのかな。ダリア知ってる？見たことないな。洋酒っぽいけどラベルもないし、これ飲んでも大丈夫なのかな。ナルコさんからもらったし大丈夫っしょ。というわけでいただきます。どうしたの？大丈夫？本当だ、おいしい。すっきりしてるのにコクがあるね。香りも芳醇だし相当いいお酒だよこれ。ほらほら、沙織も飲んでみなって。みんながそこまで言うなら。そういえばマリカ、トイレに行くって言って全然戻ってこないけど、どうしたんだろう。トイレで寝てるんじゃないかな。マリカも結構酔ってたし。じゃあ私が迎えに行ってあげる。マリカどこだ。ダリア、このおつまみ美味しいよ。はい、あーん。はいはい、あーん。沙織？ん？なんか声した？ちょっと見てくる、リカはここにいて。了解！嘘、真っ暗。廊下の電気、どこだっけ？はやー。沙織？ふにゃふにゃふにゃになってる。まるで性器を抜かれたみたい。やめてー。リカ？リカ！うぃー。そんな、リカまで。廊下も暗かったし、まさかお化けじゃ。チューチューしちゃうぞ。やめてマリカ。吸血鬼は一度吸い付いたら離さないのだ。チューチューチュー。どういうこと？こんなに悪酔いしたマリカは初めて。あ、もしかしてあのお酒のせい？みんな、ね。
まあいっか。